かさ、もう9月が、あ、違う、始まってしまうよ、人間さんたち。もう8月もあと残りあと1日ぐらい、あれ30まであったよな、あと2日、え、8月って31まであった、あ、1、2、3、4、5、6、7、あ、え、31まである、あれ、あ、え、31まである、嘘、あ、嘘、いや、30までだと思ってた、え、なんで30までだと思っとったんだろう、あれか、学生の人間様たちはさ、夏休みの宿題とかちゃんとやったんか、ちゃんとやった宿題げっうっあっスバル絶対宿題ギリギリタイプだろう、やばいっす、終わってないっす超ギリギリにやってそうなイメージだけどな、うん、なんかオカリンともこういう話をしとってさ、うらね、もし夏休みの宿題があったらオカリンはどういうタイプって言ったら、うん、僕はねギリギリまでやらないタイプかなって言ってたで、なんかホロライブメンバーでさ、夏休みの宿題一番早く終わらせそうなタイプランキングみたいな、いい友達から見て誰、いや、ふぶきちゃんとかあきちゃんとか超早めに終わらせそうなタイプな気がする、あ、みおちゃんだ、あ、絶対みおちゃん、あ、絶対みおちゃんだ、あ、いや、みおも確定確定、まつりちゃん、まつりちゃん用のイメージ的には結構ギリギリタイプなイメージあるな、あ、ハートちゃん、ハートちゃんも終わらせそう、なんか宿題終わったみたいな話をしてる、あら、そんなのも終わってないの、私はもう終わってるわよみたいな、ハートちゃん言いそうだよな言いそう言いそう、あ、言いそう言いそう、それ言うために頑張ってぞ、いや、可愛いな、え、じゃあ逆に一番最後なのは誰だ、最後イメージ的に、赤ちゃん、スバル、シオンちゃん、あー、シオンちゃん、あ、シオンがさ、しおんちゃん、宿題やったかって聞いた、え、しおんね、やってない絶対言うしかもこの言い方で絶対言うと思うな、しおんね、やってないそう、笑いながら、いやいや、やってないみたいな言いそう赤ちゃんは、赤ちゃん宿題やったかって言ったやってないよ何それやば、今思い出したとか言いそういや、これ面白いな、メンバーのこういうなんかもしもシチュエーションみたいな考えるのめっちゃ面白いな俺ちょ、全部やったつもりで抜けがありそう、あ、絶対絶対ある、よっしゃ終わったぞとか言って、なんかみんなとかね、なんか宿題こんな感じだっていうなみたいな話したら、え、いや知らないそれみたいな、え、何それ、え、ちゃんと書いてあるよ、見てみーみたいなこと言われて、多分確認したら、ほんとだーみたいな感じで、焦る。え、なんかこういうのさ、あれやってほしいよな。プログラム動画でもちょっと見てみたいな。